皆さんこんにちは。私たちは社会基盤デザイン学科土木構造研究室です。私たちは道路や橋をはじめとする社会基盤インフラをより安全により長く使用するためのさまざまな研究を行っています。例えば地震に強い曲下極の研究や免震性能を備えた非常の研究、さらにはコンピューターを用いたシミュレーション解析などを行っています。本日は曲下極の試験に用いる試験対策性を行っていきたいと思います。本日の作業ではこちらの金属の型枠にコンクリートを流していきたいと思います。できた試験体がこちらです。この試験体を写真のように力をかけていくことで、変形や壊れ方を確認し、新しい橋脚のモデルを提案をしていきます。土木構造研究室では、私たちが日常生活を送る上で欠かせない社会基盤インフラの課題を解決するために日々研究に励んでいます。ぜひ皆さん土木構造研究室に来てください。土木構造研究室です。私たちは道路や橋をはじめとする社会基盤インフラをダメじゃん、ダメじゃん。地震に強い橋脚の研究や免震性能を備えた地上の研究、さらにはコンピューターを用いたシミュレーション解析などを行っています。せっかく良かったのに。土木構造研究室では、私たちが日常生活を送る上で欠かせない社会基盤社会基盤インフラ